はい、おはようございます。おはようございます。よいチャンネル、今日はここはどこですか？静岡県は駿河湾です。駿河湾にやってまいりました。そしておなじみの進歩先生です。はい、よろしくお願いします。今日ははい、何ですか、ターゲット？今日はシーラです。シーラ、はい、これですか？はい、メーターオーバーですね。社長で、社長で、はい、はい、社長というのは綺麗のお股ですね。そうですね、ここですね、はい、尻尾のここではなくて、はい、ここです。そうですね、なかなかハードル高いですけどね。高いですね。わかりました。はい、あとシーラ以外何か釣れるんですか？あとはね、マツダイ。マツダイ珍しい。カツオ。カツオいいですね。潮が良ければ姫路キハダなんかも見えると思いますけど、ね、今日はね、はい、でかいシーラメインで。わかりました。よろしくお願いします。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝なんで 2,3 投して手返しよく。はい、今日はね、広々なんでオーバーヘッドキャストでやってます。いいですね。はい、あー出んね、これは。いないね。あの影がね、障害物の影が出るようになればいます。ちょっとまだ湾内なんで。なるほど。うん、跳ねた？よいないね。はいはい、てくシーラは早巻きです。そろそろファーストコンタクトが欲しいかな。浮いてる浮いてる。オッケー。さあ今私の投げた奥、あ、いっぱいいてる。ペンペン、あら食わんね。今のは食ったと思ったけど。お、富士山に向かって投げてるニコニコダメだね。あー、なんか釣れる思ったのにな。いや、いい照明だ。うりゃ、いた、いた、いた、よっしゃ、取った。やっと来たよ。そんな大きくないね。きれい。ついてないですか、もう一匹。まだいないですね。はい、どうも。今日初。初シーラ。やりました。はい、メスのシーラですね。まだ小さいんで、リリースします。ありがとう。なんとか釣れました。まだまだ小さいですけどね。これからでしょう。はい、頑張ります。ありがとうございました。よかった、ついた。とりあえず顔見えた。はい。おいた。佐賀さん、いいの行ったよ。こい。残念。そっち行った。よっしゃ。来た？そっち来た。全長でメーターぐらいか。お、元気元気。ね、よっしゃ、入ったー。ね、全長でメーター超えぐらい。メスちゃん、お元気な子でしたね。ポッパーで寄せていただいて。ああ、それで食う。新編ですね。あれですね、ワカシからやっぱワカシ送ってますね。さっきよりもでかくなったよ、サイズ。はい、シーラです。全長でメーターぐらいかな。うん、色が綺麗、いい感じ。メスですね。社長でこれで87、全長だとメーター超えてますね。はい、佐賀さん、そっちの方がもしかしたらあの、うん、松台が出るかもしれない。あれ、うん、タイトに。オッケー、オッケー。あ、なんか抜けた。あれ、シーラーだった。はい、オッケー。うわー、シェフさん元気。もっと気をつけないかな。なんか何匹かいる。ねえ、ついてますよ ね。はい、ついてる。いいっすよ、いいっすよ。ついてる。めっちゃ小さい。ほら、綺麗。よいしょ。下も行きますよ。ほら、もう一匹ついてるやろ。
あれポトンと落としたらお前のちょうだいって、ほら超美しい、ほんま美しい、綺麗ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。持ってもらってます。はい、可愛、はい、いやつです。あさよなら。オッケー。だからちゃん、エクスキャップマグナム、重たいやつ、トップでできらないんで、オーラしました。じゃあ、見てみましょう。いた、どうだ、さあ、来てる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 、押す、あー、バレた、くっさー、押す、いい食い方したけどな。後ろのフックをがっぷり食ってくれればね。お、来た、はい、シット。はい、素晴らしい、素晴らしい。はい、どうも、もちろん、はい、オッケー。まだまだ来るぞ、こいつ。まだ来る、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 あの子、ほら来た。さすがです。はい、終わり。はい、よ、遊んでいいよ、ペンペンに。ほい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 。あ、見切った、さすがに見切ったな。松台、あれか、おタイトに置く、ボン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 。松台釣ったことないぞ。いないですかね。ああ、釣ってみて、松台。松台いますね。あ、いるね、いるね。あれか。でかいでかい。あれが松台。うわあ。背浮いとるやん。真横、通過。追ってこない。茶色の見えた。いやー、なかなか厳しいね。結構いい方だね。いやー、いいの置いてるわ。食おうとしてるね。お、ビートが追っかけしてる。こういうのにもこうやってつくのよ。いった、来た来た来た。あー、逃げた。向こう、あ、2本、2本いるね。2本。松台見たい。あれ、2本いてた、2本。あー、残念ポン。あー、今日一燃えた。たまにあの下にもいる時あるからね、松台。来た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 。これはいてるいてる、そこ。あ、本当だ、行った、食ったよ。よっしゃ、はい、もらえた。すれがかりです。おー、胴掛けか。そう、だから変な走り方したの。胴掛けはきついな。はい、オッケー。シイラちゃん、メスですね。あ、めっちゃいい色してる。ありがとうね。はい、いった。おー、かかっちゃった。あー、でかかった。バレジ、うん、めーた、またいる。あ、来た来た来た、また来た。いや、なんで、なんで抜ける、でかい。ダメでした、メーター、余裕で。でもまだいるはずだぞ。じゃあ、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。暑い中、今日はなかなか渋かったですね。そう、坂道散ってましたよね。散ってた、散ってたしね。でも、散れば活性が高いかなということで、うんうんうん、でかいのもね、あの目標だったらその社長メーターぐらいのかかったんですけどね、うん、やっぱ最後ね、首振りで、でかいシーラーやっぱ強いですからね。強いですね。
ジャンプ一発ですね。なんか今日ね、久々やったんですけどね、私にからしたら富士山がずっと見えるというのがもう素晴らしい。私も一生懸命魚探すんですけどね、やっぱり目が富士山に行くんですね。不思議とね。でもまあなんだかんだ言って魚の顔も見れましたし、持ち帰りできましたもんね。そうですね、はい、メスのね、ちょうど85ぐらいだったかな、のを持って帰ってきて、はい、ヨジミチさんで、ヨジミチさん、ここね、ロマスといえばヨジミチさん、いつも美味しい料理をいただいております。ここはもう新保先生のお友達のところですね、釣り仲間ですね。今から料理の方を楽しみましょう。乾杯です。お疲れ様でした。お待たせしました。じゃあシイラの天ぷらの青さんかけになります。白身の切り身を天ぷらにして青さで餡を作って一緒に召し上がってもらう感じになります。いただきます。身がね、ほんと魚の味がする。あんかけベストチョイスです。青さも効いてるしね、間違いなくうまい。こちらアラの山椒になります。アラと卵を山椒と醤油と砂糖で煮込んだものです。しっかりして、本当に卵の感覚、プチプチっとしたところもあり、それでいてねっとりしたところもあるので、味付けもちょうどいい。全然臭みないでしょ。素晴らしいです。うまい。はい、こちらはマヒマヒのフリットサラダ仕立てになります。ソースがアボカドのソースになってます。で、上のチーズがミモレットチーズというイタリアのチーズ。うまそう。かき分けるのが楽しいでしょ。センター分けします。ハワイで食べるやつ、バターがふわっと混ぜて最高のフィレオフィッシュでしょ、これは。うまっ。さすがですね。シイラのスープ、夏野菜のグリルですね。でソースのマッシュルームのソース、軽く塩コショウをして、小麦粉ですね、軽くつけて、とバターでソテーします。身は柔らかいんですよね。そうですね、はい。で、焼き方間違ったらちょっとえらいことになっちゃいますね。じゃあそうですね、結構ソースも美味しい。マッシュルームが強いかなと思ったけど、しっかり身とマッチしてますね。うまい。シイラはね、自分で料理作るとね、ガツガツ食べる感じがあるんですけど、丁寧に食べたくなるんです。さすがでございます。今日はありがとうございました。